Hazard 6。こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談乗っていきましょう。ちょっと前回中途半端なところで終わってしまったんですが、ちょっとね、対決を繰り広げながらスタート進めていきたいと思いますということでね、早速ね、人生相談乗っていきましょう。はい。マンションに住んでいて、上の階の住人がはしゃいでいるのか、四六時中うるさいです。直接注意しに行くのも気が引けるので、警察に通報するなんてした方がいいでしょうか。いや、めちゃくちゃ気持ちわかるな。僕も一人暮らししてる時ね、8階建てのマンションの7階に住んでたんですけど、上の階がマジで四六時中うるさくて、もうなんか夜中とか関係ないんだよね。本当に夜中12時から5時までずっと全然寝られねえって言ってたって。で、まあ、幸いにもホテル出張がメインの、仕事をしてた。行ったない。ホテル出張メインのね、仕事をしてたから、もうね、土日のその休日くらいしかそういう目に遭わずに済んだんだけど、それでもきついなと思ったけどね。うん。っていうところだったんですが、まずは、大事になってくるって言ったらあれだけど、まず間違いなく、管理会社か、もしくは、オーナーに声をかけた方がいいですね。いきなり警察に立たってなったら、管理会社と、その、なんて言うんだろうな、オーナーさんが、なんで勝手なことをしてくれたんですか、なんで相談してくれなかったんですかっていうふうになっちゃうんで、まずはその管理会社とか、まあ、オーナーさんいいですね。多分有限会社なんとかとか株式会社なんとかとかってあると思うんで、そこに相談をしてみられるっていうのが大事になってきますね。はい。で、その上で、不動産はもう仲介業なんで、常設関与しないですから、そこに声をかけても無駄なんで、はい、管理されている会社と、もしくはそこの、もともと所有しているオーナーさん、このどっちかっていうのは、気をつけた方がいいですね。それでも、それで注意してもらって、例えば張り紙をしてもらったりとか、直接声をかけてもらうとかっていうのをして、それでも、ダメですっていう場合は、警察に、相談を投げかけてみてもいいかもしれないですね。そしたら、ちょっと引っ越しを促されるとか、っていうふうになるかもしれないですけど、でもできれば警察ってなると、ちょっと大間な感じじゃないし、もし変な住人だったらね、そんな四六時騒いでるような変な住人だったとしたら、万が一訴えてみて、ね、逆恨みされましたってなったらとんでもないことになりますから、うん、だから、あんまりおすすめはできないかなと思いますね。だから、やり返していいんじゃないですか。上の住人なんですよね。じゃあ下からなんか、ちょっと硬いものとかボールとかでバーンってどついて、で、下からバーンって震わせるみたいなね。これ僕がやってた方法なんですけど、やったら、5分は静かになった。だけど、下が騒いでるから俺たちもやっちゃえみたいな感じで、ますますうるさくなったっていうのはあるんですけどね。でも、やられるたびに毎回バーンって言ってました。バーンってちょっと静かになる瞬間がちょっとスカッとするっていうような感じだったんで、やられたらやり返す。倍返しをぜひね、してみるのもいいのかなと思いますけどね。うん。あとは、なんだろうな、その嫌がらせ的なことをやったらね、やっぱそれは犯罪になっちゃうんで、ちゃんと正式な訴えっていうのをするのがいいと思います。そこはやっぱ避けられないで、じゃあ誰を訴えるかっていうと、さっきも言ったように、警察にいきなり行ってしまうってなると、もうちょっと法律が絡んできてしまう可能性が高いので、それはあまりお勧めできないです。だから管理会社、不動産じゃない、管理会社とオーナーに相談をしてみてくださいという、そういう感じですね。はい。じゃあ、続いてのね、ご質問を読んでみましょう。指や首をポキポキ鳴らす人はなんでそんなことするのでしょう。かなり目障りです。耳障りじゃなくて目障りって、視界に入ってくるのがうざいっていう、そういう話ですよね。これ多分耳障りの間違いだと思うんですけど、それはいいか。別に特段意味はないですよ。僕もすごい指とか首ポキポキ鳴らすタイプの人間なんですけど、癖ですね、正直。うん。人って例えば、口寂しいなって思ったら、ガムを噛んだりとか、何かしらこう、意味もなくお菓子系を食べたりとかする人もいますし、その代わりタバコを吸っているっていう人もいたりしますよね。で、それと一緒で、手癖な感じで、暇つぶし、ちょっとなんか暇なことがあったら、スマホを見たりとか、ね、なんか口ずさんだりとか、鼻歌歌ってみたりとかってあるのと、それと同じで、手癖暇つぶしのために、ポキポキって鳴らすとかありますよね。他にも
も例えば唇や手や足の皮をむしるとかね、あの気持ち鳴らすとか鼻を鳴らすとか咳払いをするとかっていうのがいろいろあると思うんですけど、まあ、何かやらないと気持ちよさになってやばい退屈だっていう状態が嫌になるのが嫌になるタイプの人がなんかこういうことをよくやってる気がしますけど、ね、僕も退屈好きじゃないし、なんか電車とか特にあの耐えられないタイプだったりするんで、こういうのは結構ね、なんかついついやっちゃうかなっていう気がしますね。うん、この狭い中で結構しんどい。うん。そうね。あ、ちなみになんか指をなんか鳴らすと、その関節が太くなるとかって言うけど、あれ迷信ですね。ずっと指を鳴らしたりしてますけど、全然関節太くならないし、うん。まあしっかりした指はしてるけど、全然関節太くならないですね。あれってなんか、骨と骨の隙間にある、なんかスペースに、なんか気泡泡ができて、それを鳴らすこそれをなんか関節をこう押すことで、なんか今こう鳴らしてますけど、なんかそれが、あの、割れる音がそれらしいですね。なんか、あの、聞くところによると。だから、その一定の時間でまたその気泡っていうのが指と指の間で復活するから、なんかまた、ポキってなった時にその音が鳴るっていう、そんな言われ方をしてるみたいですけどね。うん。まあ実際のところまだちょっと実は原因が解明されてない。まあ僕もこれ見たの何年か前だったんで、今わかんないですけど、もしかしたら復活してるかもしれないですけど。起きた来た来た。救世主の登場です。じゃあ、ヘリコプターさん。ヘリコプター先生、お願いします。はい。まあそんなところですね。まあだからね、あの癖みたいなもんなんで、ちょっとやめさせるっていうのはなかなか難しいですから、もう直接言うとかね、あの耳障りだったら直接言うとか、そういうのをしてみられるのをおすすめしますね。はい、そんなところです。じゃあ次行きましょう。あ、でももうチャプター4終わるな。さっと行きましょうか。はい。仕事を辞めたいのに退職届が受理されません。今会社を辞めるなんて非常識だ。引き継ぎが完了するまで仕事を辞めさせるなんてありえない。と、いろいろ理由をつけて仕事もどんどん増えてきて、辞めるに辞められない状況です。どうしたらこの地獄から抜けられますかっていうことですね。まず、退職届は、あなたが出した時点で、会社は受理しなければなりません。ですから、それを拒否するっていうことは、まあ、労働監督基準書とかでしたかね、うん、に行って訴えてください。でなんなら それに準ずるパワハラとか違法行為とかっていうので、あなたが慰謝料をもらえる可能性っていうのもありますんで、また退職金代わりにそこで400万円っていうのも狙ってみるっていうのも非常にいいのかなと思いますね。まあ、それと、まあ、もし例えばあの会社の方から、そのじゃあもうそこまで言うんだったらもう会社に来なくていいっていうふうにみたいなことを言われたら、あのその実際に退職になっだとしたら単なる有給消化を残りしてもらったらいいと思うんですけど、そうじゃなくって、なんかあの正式な手続きもなく、あの退職をしたわけでもなく会社に来るなって言われた場合だったら、もう本当に行かなくていいです。え、会社にその在籍している扱いになっているのに本当に辞めなくていいのっていう話なんですけど、あの辞めなくて会社に行かなくていいのっていう話なんですけど、行かなくていいんですよ。あの会社が業務命令としてあなたに仕事行かなくていいよ、来なくていいよって言ってるってことは、あなたはそれに従って実際に会社に行っていないっていうだけなんで、実その間は働いてるっていう扱いになるから給料は請求できるんですよ。だから働かずに給料はもらえる状態っていうのができるので、それを狙ってみるのもありかなと思うんですよね、うん、だから会社としてはその来なくていいっていうことを指示として言ってるってだけで、あなたが退職しているっていう扱いにしているわけじゃないんで、もうね、もう家で満喫して、で給料が入ってませんでしたって絶対なると思うんで、絶対なったら労働監督基準書に走って、労基に走って、で会社から来なくていいって命令されたから自宅待機をしていたのに、会社の指示通りにやったのに給料が入ってませんと言ったから、給料ちゃんと払うように言ってくださいっていうふうに訴えてしまったら、それでね、20万とか30万とか40万とかってお金が自動で入ってくると、チャリンチャリンというね、そこまでなったら会社がちゃんと、お前も来るなって来るなって、ね、その退職認めてやるよっていう感じになると思うんで、それを狙っていきましょうってことですね。だから1ヶ月丸々有給をもらって、で
何もしないでお金を稼げるっていう、もう究極にいいやり方になるんじゃないかなと思いますね。うん、そこをぜひね、狙っていただきたいと思います。俺もそうしようかな。会社に来なくていい、もう仕事しなくていいよって言われるような、ちょっと素行の悪い社員でもやってみようかな。で、いや、認められたもんじゃないんでね、おすすめはできないですけどね。はい。という感じですね。はい。ということでね、もうムービーも終わったら、このパーチャプター終わりになりますんで、一旦ね、ご質問はここで打ち切っていきたいというふうに思います。ね、そんなところかな。ねえ。まだにいるよね、本当にね。なんかね、日中になんかこう、メールを返さずに、その電話とか、その商談とかを、営業とか、営業職とかだったんですよ。その日中にメールとか返すのは、もう時間の無駄だから、そういうのは全部業務時間外にやれと。まあ、直接は言わないけど、なんか日中にやるんじゃなくって、日中はもう商談、電話をかける時間に当てろみたいなことを言ってくるとかね。そんなのも、その裁量の範囲内でどうね仕事するかとかっていうのは、その仕事する人自身が決めていい話なんで、そこでメールを返すなとかっていう命令までっていうのはできないんですよ。うん、なのにそういうことをね平気で言ってくるね、愚かな経営者とかっていうのが、まあこのようにはびこっているところですから、こういうのが消えない限りは、まあ、残念ながらね、ブラック企業っていうのは消えていかないというところなんで、まあそうすると根絶してね、もっとね、なんかドイツみたいに1ヶ月間2ヶ月間夏休みみたいなね、世界になさっさと日本もなったらいいのになと思いますけどね。はい、ということでね、無事チャプター4もクリアすることができましたんで、本パートこの辺りで終了したいと思います。ということで、いよいよジェイク編ラストチャプタースタートしますが、最後までまたご覧ください。ということで、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。